はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、インボイス制度を勉強すればするほど分からなくなってきた。結局インボイス適格請求書ってどこから必要になるのか、その判断基準、またチェック項目リストを動画で紹介したいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄からリンク貼ってありまして、飛べるようになっておりますので、一度概要欄の方ぜひチェックしてみてください。それでは早速、本日もインボイス制度について一緒に勉強していきましょう。はい、それではインボイス制度適格請求書と呼ばれるもの、必要なのは一体どの取引なのか、チェック項目リストで一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。10月からいよいよインボイス制度がスタートしましたが、学べば学ぶほど混乱してきた、分からなくなってきたという人が続出しております。そこで一旦まとめ、復習動画みたいな感じで使っていただければ幸いです。インボイスが必要な取引って一体結局どれなのか、特例や経過措置があってよく分からない。まず1つ目、消費税の計算ルールの確認を一緒にしましょう。そしてその次、混乱しやすい項目をまとめてピックアップしていきます。例えば1万円未満のルール、これ似たものが2つあるので混乱しやすいんです。2つ目、交付免除のルール、一体どういったものがインボイスが免除されるのか一緒に見ていきましょう。そして最後、ここが本日の動画一番重要なポイントとなっております。チェック項目リストを作りましたので、ぜひ最後まで動画見てください。それでは早速、まずは消費税の計算ルールから一緒に学んでいきましょう。はい、こちらが消費税の計算ルールになります。どうしてこの消費税の計算ルールを一度一緒に勉強した方がいいですよっていうのか、今からその理由を解説します。まず消費税の計算方法には3つ種類があります。2割特例と呼ばれるもの、そして一般課税と呼ばれるもの、これは一般原則という呼び方で呼ばれる時もあります。そして3つ目が簡易課税と呼ばれる方法。これら3つの計算方法、どれを選択するかご自分で選んでいただいて、消費税の申告書、消費税の税額を計算するというのが消費税の確定申告の基本中の基本のルールになります。そしてこちらの計算方法がどうしてインボイスに関連してくるかと言いますと、そもそも2割特例と簡易課税の計算方法を選択した方はですね、インボイスの保存管理が不要なんです。そしておそらく私の YouTube を見てくださっている方はですね、個人事業主の方が多いかと思います。ですので多くの方が、全員ではないですが、2割特例か簡易課税を使う方が多いんじゃないかなというふうに予測をしております。ですので2割特例と簡易課税を使う方はですね、1万円以下が動画だとか、インボイスの番号がないんだけどどうしようみたいな細かいことをですね、ごちゃごちゃと考えなくてもいいですよ、セーフですということになります。注意事項がしかしありますので、簡単に紹介をします。まずこの2割計算、2割特例と呼ばれる計算方法なんですけど、こちらはですね、売上高、課税売上高が1000万円を超えてしまうと適用することはできませんのでご注意ください。そして届け出は不要です。消費税の確定申告をするときに選べば OK となっております。では逆に簡易課税の方を見ますと、こちらはですね、課税売上高が5000万以下の方しか使えません。ですのでこれを超えた方はですね、簡易課税を選択することはできませんので、自動的にこの一般課税という計算方法を使うことになるというわけです。ここ2割特例と簡易課税にはですね、売上高に制限がありますのでしっかりと押さえておきましょう。そして先ほど2割特例2割計算はですね、届け出が不要と言いましたが、こちらの簡易課税の計算方法は事前に届け出が必要となっておりますので、皆さんこの届け出を忘れますと大変なことになりますのでご注意ください。このね、届け出を忘れていて2割特例が使えたらいいんですけど、2割特例も1000万を超えていて使えない年にですね、届け出を忘れていると自動的に一般課税の方法で計算せざるを得ませんので、ここしっかりと押さえておきましょう。次のスライドで今言った喋った内容をまとめます。はい、まとめになります。インボイス制度スタートしました。適格請求書、インボイスと呼ばれるものの保存管理が必要なんですよっていう話なんですが、そもそも2割特例と簡易課税を使っている方はですね、インボイスの保存と管理は不要となります。セーフということですね。これどうしてかと言いますと、そもそも2割特例と簡易課税の計算方
法のルールに秘密があります。売上を把握すると消費税の金額、要は消費税の確定申告を作るときに売上を把握しておけば計算が可能だから、インボイスの保存と管理が不要ということになるんですね。というわけで、2割特例と簡易課税で消費税の計算をしようと思っている方はですね、これ以降動画で出てくる1万円未満がどうだとか、交付免除がどうなのかというのを考えなくても OK ということになります。そしてまた、クレジットカード明細や高速道路 ATM の手数料がインボイスがいるいらないみたいような話はですね、スルーして構わないです。ですので、本日の動画もですね、もし見ている方で2割特例、自分は簡易課税どちらかを使うという方はですね、この以後の動画見なくても大丈夫となっております。ただし、自分がいつ2割特例と簡易課税ではなく原則課税を使った方が得かもしれないという風になるかは分かりません。もしかしたら自分がいつか原則課税、一般課税というもので消費税のね、計算をしようという予定があるとか、もしかしたら該当するかもしれないという方は、こちら後の動画もしっかり最後まで見てください。また、自分には関係ないけども、自分の取引先が一体どういった処理が発生しているのか、インボイスがスタートしてどれくらい大変なのか勉強したいなという方はですね、ぜひ引き続き動画見ていただければ勉強になるのではないかというふうに思います。はい、そして2割特例簡易課税を選択する、ここまでで動画いいやって方はですね、次におすすめ動画、こちらの動画を見ておきましょうという動画がありますので、お知らせしたいと思います。こちらになります。おすすめ動画、インボイス制度のね、2割特例簡易課税使うから大丈夫、インボイスの保存や管理は必要ないという方もですね、2割特例の方法を使って消費税の確定申告はしなければなりません。確定申告シーズンに備えるために、この2割特例の計算方法、そしてこの3つの計算方法がどう違うのかっていうのを解説したおすすめ動画ありますので、ぜひこちらを予習してですね、確定申告シーズンに備えましょう。それではいよいよこの後の動画進んでいきたいと思います。さて、こっからは皆さんがですね、インボイス制度を学べば学ぶほど混乱してくる、何がどうなっているのかわからない点をピックアップして一緒に見ていきましょう。まず、勘違いしやすいのが1つ目、1万円未満のルールについてです。はい、皆さんが1つ目ごちゃごちゃになりやすいのがこちらになります。1万円未満のルールがごちゃごちゃになりがちです。まず1つ目の1万円ルール、こちら少額の返還インボイスの交付義務免除というルールがあります。ビジネスをしてると返品や値引き、割り戻しといったね、処理が必ずどうしても出てくるんですけど、その場合に金額が税込み1万円未満である場合には返還インボイスの交付義務が免除されますよというルールがあります。そしてこちらの少額返還インボイスの1万円未満ルールはですね、会社の規模の制限や期間に制限がありません。どういった規模の会社の方でも使えますし、いついつまでにしかこのルールは適用されないというような制限もありません。ここしっかりと押さえておきましょう。これ例えになってるんですけど、売上の入金がある場合ですね、相手先が振込手数料を差し引いて支払った場合、値引きが1万円未満で割る場合は返還インボイスの交付が不要ですよということで、振込手数料を引いて振り込まれるっていうケースが結構まだまだあるという実情、まあ現場のことを考えて、これは後でですね出てきた措置になります。しっかりと押さえておきましょう。そしてもう一個、1万円未満と同じようなルールがあるんです。これと混合しやすいのでしっかり押さえましょう。こちらになります。1万円未満の少額経過措置というものがあります。これ先ほどと同じく金額が1万円未満って同じ1万なので混合しやすいんです。ではどういった違いがあるのかしっかり見ていきましょう。対象者がまず会社の規模に制限があります。先ほどのものは会社規模はね、どんな規模でも該当するって言ったんですけど、この1万円未満の少額経過措置は会社規模に制限があります。どういった会社になるかと言いますと、基準期間の課税売上高が1億円以下の会社になります。ですので大企業やね、上場しているような企業は該当しないので気をつけてください。そしてまた、特定期間の売上高が5000万以下という制限がありますので、皆さん自分は該当するのかしないのか、しっかりとこの基準をチェックしましょう。そして次、こちら期間に制限があります。先ほどのはね、いつまでしか使えないというのはなかったんですけど、この少額経過措置は期限があります。いつからいつまでかと言いますと、令和5年の10月から令和11年の9月までしかこれは使えないことになっておりますので、お気をつけください。この1万円未満の少額経過措置、条件をクリアするとインボイスの保存管理は必要ありません。
というように、先ほどの返還インボイスの1万円とこの少額経過措置の1万円同じ金額でごちゃごちゃになりやすいのでしっかりと押さえてください。少額特例の具体例を少し挙げておきたいと思います。図にすると分かりやすいのでね、1万円未満ならインボイスの保存はいらないんだと。ただしこの1万円税込みは1回の取引金額で判定するのでご注意ください。さてここね、1万円のね区別がついたところで少しまた一歩先へ進んでいきたいと思います。適格請求書には交付義務が免除される取引があるんです。ここをしっかりとまず押さえましょう。まず1つ目、公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道などの運送の場合、そしてこれは3万円未満のものとなります。2番と3番はですね、該当する方がね、おそらく動画見てる方少ないと思うので該当する方は読んでおいてください。4つ目、自動販売機により行われる課税資産の譲渡には3万円未満の場合にはですね、インボイスの交付義務が免除されますという内容になっております。ここも押さえておきましょう。そして5つ目、最後郵便ポストですね。郵便ポストに差し出す時の郵便切手を対価とする郵便サービスについてはインボイスなくても大丈夫ですよ、交付義務免除しますということになっております。この1番から5番の交付義務が免除される内容がどれかをしっかりと押さえる必要があります。交付免除の取引をここでしっかりともう一度チェックし直しましょう。では次、もう一段階、次のステップ行っていいでしょうか。はい、帳簿のみの保存取引というものが発表されております。1から9番あるんですけど、先ほどのこの交付免除というのが少し一緒に重なっております。それが何番かと言いますと、1番と7番と8番、こちらは先ほど解説したものになります。それ以外の番号のものはですね、帳簿のみの保存で仕入税額控除が OK となる取引となりますので、こちらもしっかりと押さえておきましょう。こちらも国税庁からのね情報になっております。他どういった帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能かと言いますと、入場券や古物の購入や質屋、宅建業者などの取引等が該当します。こちらもしっかりと押さえておきましょう。そして最後の9番、こちらもポイントになります。従業員に支給する通常認められる出張旅費等はですね、帳簿のみの保存でインボイスの保存は必要ないということ、ここ該当する方多いかと思いますのでしっかりと押さえてください。例えば出張旅費や宿泊費、日当および通勤などがこれに該当します。従業員に支給する場合ですので、ここ気をつけてください。よくある従業員の方が出張や旅費代をですね精算するっていうような時にこちらが該当してきます。以上、1から9番の場合は帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が OK という点をしっかりと押さえておきましょう。さて今までここまでね、いろいろな項目を挙げましたけど、じゃあ一体どうやってチェックをしていけばいいんだろうか、インボイスがいるのかいらないのか、どこの取引までがインボイスが必要なのかについてチェックリストを作りましたので一緒に学んでいきましょう。こちらがね、インボイスのチェック項目リストです。まず1つ目のチェック項目です。インボイス保存管理がそもそも自分は必要かどうか。冒頭で言ったように2割特例やですね、簡易課税で消費税の計算をする方はですね、このインボイスの保存管理がそもそも必要がないので、こういった細かいルール気にしなくても大丈夫って言ったと思います。まず第一チェックポイントがそこです。自分はインボイスの保存が必要な消費税の計算ルールを選択しているのかどうか、まずここをチェックしましょう。その次に、これ以降はですね、順番はどのようなものでも大丈夫です。自分のチェックしやすい順番に並び替えていただいても大丈夫です。次、2つ目のチェック項目、1万円未満の少額返還インボイスに該当するのかどうか。これ返品値引きの場合はですね、1万円未満の場合は少額返還インボイスとしてインボイスの要件該当してなくてもですね、仕入れ税額控除ができるよっていう風なルールになっております。そして次のチェックポイントです。1万円未満の少額経過措置かどうかですね。1万円未満の小さな取引はこういったインボイスなくてもですね、仕入れ税額控除できるよということになります。先ほど言ったように、この1万円未満の少額経過措置は企業の売上や規模、また使える期間に制限があるので、しっかりとそこ再度押さえてください。はい、こちらね、1万円未満の少額返還インボイス、1万円未満の少額経過措置なんだっけっていう方はスライドをね前に戻っていただいて、もう一回確認をしてください。次にチェックするべき項目は交付義務免除かどうかについてになります。こちら該当するものが多いであろう
ろうものをピックアップしておりますが、公共交通機関で3万円未満の場合、また自動販売機特例で自動販売機等を使った場合の3万円未満の取引の場合はですね、交付義務免除というふうになりますので、こちらに該当するのかというのをですね、請求書領収書を見て判断をするということになります。そして最後に紹介したこの帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が可能ですよという取引、1番から9番までありますと言ったと思います。そちらに該当しているかどうかのチェック項目となります。こちらすべてのチェック項目をチェックしていき、これ以外該当しないものはですね、インボイス保存の管理が必要となってきます。ですので、こういった集まってくるレシート領収書等がですね、要件のクリアを、インボイス適格請求書の要件をクリアしているかどうかのチェック作業が必要となってくるということになるわけです。じゃあこの要件って何だっけ、適格請求書インボイスの要件って何ですかと言いますと、次のスライドでさっくりとね、サクッと見たいと思います。こちらよく出てくるね、恒例のスライドとなっておりますけど、適格請求書インボイスとは、こちらの1から6番を該当したものが記載されている領収書請求書になります。登録番号が漏れているとか、消費税率が記入されてないという場合にはですね、こちらインボイスの要件をクリアしてないとなりますので、取引先に再度訂正した修正したものをもらうか、修正インボイスとしてきちんと出してもらうかなどなど、いろんなね作業が必要となってきます。こちらの要件をクリアしている請求書領収書があるかどうかっていうのをチェックする必要があるわけです。というわけで、またもう一度ね、前のスライド戻りますけど、チェック項目リスト順番に上から見ていってですね、これ以外の取引についてはインボイスの要件をクリアする必要があるので、漏れてる場合や記載漏れがある場合には取引先に確認をして、インボイス番号の記載がないんですけど等々確認をしなければいけないということになります。非常に面倒くさい世界観がスタートしております。皆さんしっかりとね、頑張っていきましょう。もう年末が近づいてきておりますので、次の確定申告意外とすぐ来るかなというふうに私も個人的に思っております。はい、そしてこちらおすすめ動画になります。2割特例と簡易課税を使わない方はですね、このインボイス制度1万円未満の少額特例がどういったものか、もう少し詳しく解説した動画があります。また具体的な実務方法ということで、インボイス制度に対応した高速道路料金のインボイスをどのように出せばいいのか、また金融機関の銀行の振込手数料系についてのインボイスをどう対応すればいいのかというような、2つの具体的な実務方法を紹介した動画出しております。これ以外にもですね、クレジットカード明細についてのインボイスを取り寄せなければいけなかったり、また交通系 IC カードなどなどですね、実務対応しなければいけないものたくさんありますので、そういったね内容を知りたいという方はこちらの動画見ていただけると非常に参考になるんじゃないかなと思います。というわけで本日のまとめです。はい、インボイス制度がスタートしたことによってですね、まず自分がインボイスの保存管理が必要な事業者なのかどうか、2割特例と簡易課税を使う方はですね、そもそもインボイスの保存管理は必要ないですよということを紹介いたしました。そしてそれ以外の方はですね、1万円未満の混同ケースが出ております。同じ1万円未満と言われるとですね、どっちがどっちなのかってごちゃごちゃになりがちですので、こちらしっかりともう一度押さえるという意味で紹介をさせていただきました。そして次にですね、一体インボイスの取引、適格請求書がどの取引はいるのかいらないのか、結局どうなのっていう風なね疑問を持つ方が多いんじゃないかということで、チェック項目リストの作成をしました。こちら参考になれば幸いです。また最後おまけとして1点追加しておくんですけども、このインボイスの適格請求書をクリアしてない、条件をクリアしてないから所得税の経費計上はできないというふうに勘違いする方いますが、これは違います。インボイスの条件をクリアしてないレシート領収書もですね、所得税上は今まで通り経費に計上することできますので、ここしっかりと誤解のないように一応補足ということで、おまけで解説を追加させていただきました。こういったようにですね、私は自営業フリーランスに役立つ動画毎週土曜日出しておりますので、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録して次の新しい情報をゲットするようにしてください。私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。こちら Facebook の非公開グループで運営をしていて、メリットが4つあります。詳しくは概要欄から飛べるようになっておりますので、詳細ぜひチェックしていただいて入会お待ちしております。メリット4つあります。まず1つ目、専門家税理士にいつでも24時間質問や相談をすることができます。こちら文章でのやり取りになるので、チャットのようなイメージをしていただけると分かりやすいかなというふうに思います。2つ目、メンバー
バー全員起業家経営者ばかりですので、情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、私が平日毎日ビジネスに関する記事、また SNS の裏側などをオンラインサロンのみだけに投稿している内容があります。その記事の購読権利がメンバーになるとついてきます。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら Zoom 上で私と直接相談質問することもできますし、また企業メンバーと直接 Zoom 上で情報交換ができるということで非常に好評です。こちら2ヶ月に1回程度で定期的に開催をしておりますので、ぜひご検討ください。サロンメンバーにはこの Zoom 会議の参加権利がついております。詳細は概要欄から飛べるようになっております。はい、そしてチャンネル登録まだの方ぜひお願いします。また各 SNS もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。そしてビジネスを私は2冊出版しております。インボイスに関する本、もう一つは自営業フリーランスに必要な経理税金確定申告が1冊にギュッとまとまった本を出版しております。こちらありがたいことにですね、10版かかりまして4すり目となっております。ぜひ合わせてお願いします。 Amazon Kindle 版もありますのでチェックの方してみてください。はい、というわけで本日の動画以上になります。インボイス制度がスタートしてですね、皆さんなかなかと混乱してるなということが YouTube のコメントからも伺っております。コメントにですね、これってこうじゃないですかって言ってたら、きっとこの1万円未満が混同してるなとかですね、あと多いのはですね、 80% 控除と2割特例の計算方法がね、またごちゃごちゃになって勘違いしてる方がいるなっていうのも感じておりますので、今後この2割特例と 80% 控除がですね、ちょっとごちゃごちゃになる要因、もし出せたら動画出すかもしれませんので、引き続きチャンネル登録をして動画の方お待ちください。自営業フリーランス向けにですね、こういった役に立つ動画週1本投稿していってますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは本日の動画も以上となります。いつも最後まで見てくださってありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士神々でした。それではまた。